追放か。やり放題じゃん。望むところだ。寒い。このコテージってどんだけ遠いとこにあるわけ？そのコテージだけど、見たことがないくらいロマンチックで超居心地のいいところって話だぜ。本当にたどり着ければね。運が向いてきた気がするんだよな。うまくいったら私がご褒美あげちゃおうかな。役者さん方、お届け物です。役者？観客になるぜ。あ、最低。さっきは追い出しちゃって悪かったな。気にすんな。お前ら二人ならいろいろ楽しめそうだしね。うんうん、あんたはあいつら庶民と。ああおう、忘れてた。足元が見えるように発電機を動かしとけよ。かなり暗いからな。ああ、わかった。ジョシュってば、私に気があるんじゃない？そう？せっかくだから誘う？え、いいの？はあ、ダメだ。マイク、写真撮る？いいじゃん、撮ろうぜ。よし。見てよ、これ完璧。私たち最高にキュート。いいじゃん、モデルになれば。カメラマンやってくれれば応募用の写真撮らせてあげちゃうかも。ほら、コテージでね。やった、了解。ちょっと寒すぎるんだけど。そんな時は俺に任せて。何を任せるわけ？まあ、いくつかアイディアがあるんだ。ずいぶんほったらかしにされてたんだな、もったいない。私たちの間に割り込もうだなんて思ってるなら、エミリーって本当バカだよね。私たちについてきてクマに食べられちゃったらラッキーって感じ。エミリーは君を毛嫌いしてる。へえ、そうなの？すんごいジェラシーだ。いい君。よし、さてと。どうだ、やるじゃん俺。わお、まるで魔法ね。よし、これでバッチリだ。すごくいいでしょ？ああ、ほんとこれ最高。ねえ、でしょ、すごくいい感じ。興奮してる？そうは見えないけど。もちろん興奮してるさ。ちょっとした冒険だね、いろんな意味で。警察？あの事件のそのままなんだね。ああ、捜査はまだ続いてるらしい。なんかゾッとしてきた。
まあ、二人がどこにいようときっと俺らの思いを感じてくれてる。すごくポジティブなのね。今の聞こえた？確かに何か音が。くそ、道が塞がれてちゃコテージにたどり着けないな。勘弁してよね。あの古臭い不気味なロッジに戻ってエミリーと。ジェス！くそ。おいジェシカ。うん、私は大丈夫よ。もうなんだよ、ビビったじゃねえか。私だって怖かった。頭とか打ってない？暗くてよく見えないけど今のところちゃんと手足はくっついてる。よかった、出られそう。ああ、どうかな、ここ暗すぎて何も見えないよ。よし、そっち行くからじっとしろ。ねえ王子様、このカート一緒に動かしてくれる？動かすの手伝ってくれ。一緒にうめくとこ想像したけどこんなんじゃなかったね。大丈夫だ。ああやだな、なんかここ気味悪い、背筋がゾクゾクする。リラックスできるように優しくしてやろうか。コテージに着くまで取っといてよ。はまきだ。シガーラウンジには見えないけどね。新しい、誰が来たんだ？すげえ、なんか歴史を感じるな。うん、なんかすごい。先住民が書いたのかな。炭鉱の人。大丈夫？うん、危なかった。ここにいるのは危険そうだな。ねえ、早くここを出ようよ。まったく危ないところだぜ。
ゃない、大統領並みに立派なもの想像しちゃってた。ベッドルーム見たら驚くぜ。へえ、まさかのビップ待遇なわけ。ああ、エアフォースワンにでも乗るか。はいはい、それは選挙のために取っといて。ねえ、望遠鏡、まずは森を見て、次に雲、そしてコテ。あ、うわ、どうした。コテージに誰かいる。どれ、見せて。はあ、また酒でも飲んでたの？誰もいないぜ。あ、そっか。ジェス。何？そばを離れるなよ。なんで？ほら、この看板に熊出没に注意って書いてあるからね。ねえ、マイク、超いいこと思いついちゃった。何？クマを探しに行くの。どう？ねえ、お願い。あ？おい、そいつはやめておこうぜ。求愛に応えただけだ。わお、何でもありね。ああ、愛にあふれてるのさ。驚いたよ。ジョッシュの野郎、俺たちをここに送り出す前に片付けとけよな。マジ？なんで？あなたって意外と文句が多いタイプなのね。いいアイデアある？下がってネガティブ君。おいおい、カッコつけかよ。ねえマイク、顔に何かついてるよ。ほら。ああ、そう、そういうことするのかよ。ジェス、ジェス。